はい、今回はなぜ前世の記憶を持つ子供がいるのか。 まあこういった内容についてですね考えてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います最初にお伝えしますけど、まあ、こういった話っていうのはとても難しいんでね、えー、ちょっと分からないところもあるんですよ、えー、すいませんということで,で、まあ、リスナー様もこういうまあ前世の記憶とか、まあ、そういったことに関心を持たれる方もいらっしゃるかなと思いまして、えー、まあちょっと分かるかぎり、まあ、あの精一杯ぱい調べてお伝えしていきますので今回もえよろしくお願いいたします まずこの前世の記憶とかっていう話があるんですけどこれっていうのが実話かどうかっていうのがわからないんですよね嘘でも何でもなくいろんなことが言われてるんですけどなんでかっていうとあの科学では解明できないから科学では証明できないからただ、えー、そういう簡単な話でもなく、まあ、いろんなことが言われてるんで、えー、こうんでしょういろんな角度から、えー、ちょっと考えていこうと思うので、まあ、一つでも何かお役に立っていただけるまあものがね えー、あればあ何よりですっていうことででまず えー、まあ子供のまあ話に入る前にそもそも、まあ、前世の記憶がある人っていうのがいるんですけどこれ、なぜなのかっていう話なんですよね。これ、言われてる、えー、まる、あ、話なんですよ、別に僕はあの思いついたとかではなく、まあ、前世の記憶を、あの、まあののま前世のしかも遠い記憶っていうんですか、前世の遠い記憶を今のこの現世に受け継いでるとかって言われるんですけど、僕ははっきり言ってわからないですよ、僕は受け継いでないと思ってるんで、自分でね、うん、自分はそ,そういう人ではな,ないと思ってるんでで。 えー、だ大事な話なんですけどこの何がどうとかってのは分からないんですよ本当に別に僕は分かるとかそんなことも言わない分からないんですけどあのまず人間の,あの性質っていうのがありまして人間というのは自分のね、えー、分かることしか、えー、理解できないんですよ僕もそうですだからこういった例えば分からない話が出てくるとね、えー、まあいろいろ関心を持つんですけれども、まあ、そういったところに何、えー、て言うのかな科学的根拠っていうかそういったものが分からないところで、えー、まあいろいろね まあ思われるっていうことで例えばですけどまあこのちょっとね、えー、ここから、えー、なんだろう深く考えていきますが例えば前世の記憶があるんだけどどうとかって言っても でこれって何かっていうのは証明が、えー、ほとんどできないんですよ。証明が難しいんですけど、例えばですよ、ないですけど、僕は前世の記憶があるんだけどって言っても、例えばもしあったにしても、これっていうのは証明ができないんですよ。で、この証明ができないっていうことが、えー、これ、まあ難しいものなんですよ。だ例えば僕が、ま、リスナー様にね、えー、こういった話を真剣にし,し,しました前世の記憶があるんだけどって言っても、証明ができないとします。つまり証明ができないから、えー、信じられない。えー っていうことなんですけどここで何が出るのかっていうと前世とかっていうまずものなんで。 この世界っていうのは2つのものがあるということがまあ,あほとんど分かっているんですけど1つ科学では証明できるものもう1つ科学では証明できないものっていうのがあるんですよ非科学の世界に入るんで、えー、この非科学の世界に入るっていうことが、えー、この証明ができないから、えー、ねいろんなことが言われるわからないとでさらにね、えー、言,う言うとですねこの非科学の世界科学的に証明できない世界に、えー、この例えば生まれ変わりであるとか、まあ、輪廻転生 そういった、えーまあ、要素が、えー、加わってきてですねよく分からなくなるっていうことなんじゃないかと、まあ、僕はいろいろ調べて考えて認識しているんですよ別にあるとかないとかそれがどうとかそんなことじゃなくてそう,そういうこのプロセスがあるんじゃないかと思うんですよねで、例えば、 まあこの、えー、前世の記憶と関連するんですがあ死後の世界とかそういった話とかだからこの生まれ変わり輪廻転生とかあ前世の記憶とか、えー、死後の世界とかそういった話っていうのはあ、まあ、いわゆる一つの、まあ、何かしらの信仰心を抱くための作り話じゃないかっていうことも言われるんですけどそれもその話が本当かどうかっていうのはわからないんですよあくまでも先ほど言いました科学的あるいは、えー、非科学的っていう点で非科学的な、えー、話なんですよだから あのうまく言えなくてすいませんっていうことなんですけど、よくね、例えばこういった話をすると、前世があるんだとかね、前世がないんだとかっていうんですけど、前世があるかないかっていうのは、証明ができないから分からないんですよ、分かろうと思ってもね、僕はわで、ここからまあ話していきますけど、あの分かろうと思うし、まあ、リスナー様の何かの役に立てないかとは思うんですけれども、だから証明できないって、証明できない時点であるともないとも、えー、言えないんですよっていうのを、僕は最近調べていて、えー、思ったんですよね。ただ ね、えー、証明できないからあるかなんかわからないんですよ、うん、終わりとかそんな話じゃないんですよ、ここからさらにこのことを真剣に考えていくんですが、例えばこういうことが、えー、言われるんですよね、前世の記憶がある人の特徴っていうことで、えー、ある種の共通した特徴を持っているっていうことなんですよ。で、えー、例えば僕たちですね、まあ、僕もリスナーさんもそうですが、えー、今あ、今ね、えー、まあ日本、 日本人、日本国民だとして、えー、次の、だから、来世ですよね。来世は日本人になってるかどうかっていうのもわからないんですよ。だもし僕たちが来世に行って、来世があるかわからないっていう,、まあ、いう話もあるんで、それは一回置いといて、えー、来世に行ったとして、えー、僕たちは現世、日本人ですけど、えーね、日本国民ですけど、来世は別のあの 国民になっってているる可能性っていうのもあるんですよで、えー、何もかも全て、えー、入れ替わっている可能性もあるしさらに、えーまあ、この人生の記憶で、まあ、こういったところが、うん、スピリチュアル的な要素が強くなってくるんですけどけれども。 魂がが複数に分散してるるる可能性がああといった話もあるんですよで。なんでこのあ魂が複数に分散している話っていうのを持ち出したかっていうとこれも理由があるんですよで先ほど言いましたけど生まれ変わりであるとか、まあ、輪廻転生とかそういったこともあるんですけどこの、えー、魂が複数に分散している可能性があるっていうのは、ねえー、よく言われる、えーまあ、話なんですが 多重人格障害とかっていうのがあるじゃないですか、複数の人格が繰り返し出る、まあ、そういったものなんですが、この多重人格障害の方をですね、前世の記憶がある方なんじゃないかっていうことが言われているんですよ。なぜかっていうと、多重人格、いくつもの人格が出るということは、魂が複数分散することからこうなんじゃないかと、肉体の中にいくつもの魂が、まあ、存在することによって、どの自分が出てくるんじゃないかとか、そういったことなんと言われているんですよ。まあ、難しいです これも先ほど言いましたけど、証明ができないんで、まあ、こういった説があるということで、まあ、僕はこれはちょっとわからないですね、えー、どうとかなんとかっていうのはわからない、だから何かっていうと、例えばこういうことです、多重人格障害の方イコール複数の魂を持つ方イコール前世の記憶を複数持ってこの世にいる、そのように考えられるということです、あくまで可能性の一つですが、科学的に証明できない、非科学的な要素、スピリチュアルの世界かもしれないんですが、このようなことが、まあ、言われて ていると考えられるっていう話でさらにあの前世の記憶を持つ子供がなぜいるのかっていうことこの今回のね。えー あのテーマに取り上げているなぜ前世の記憶を持つ子供がいるのかっていうそういった話なんですが子供もまあもしっていうかねその人間が前世、えー、現世来世と渡ってるとした場合はですね、えー、この現世の、まあ、例えば子供時代2から3歳の時には、えー、前世の記憶あるいは前世の体験、えー、そういったものを、えー、詳細に話せる、えー、子供がいるっていうことですこれもあの全員の子供が、えー、こうだとかそんなことではないと思います。で えー、ここら辺からですね何、えー、て言うのかなスピリチュアル飛び越えてきて、うん、どちらかというと現実的かなぁと思う話なんですが2から3歳の子供っていうのははっきり言ってね子供じゃないですか子供っていうのも何もわからない、えー、じゃないですかでこの何もわからないはずの2から3歳の、えー、子供がですね、えー、ま何、あ、て言うのかな、うん、全く理解せぬことを言うんですよ。うん、例えば、えー、2から3歳ののの子供が音音楽の音楽関係の専門用語 語を話したって言った情報があるんですよ2から3歳の子供がなんで音楽関係の専門用語を話せるんですか 話せなななないいいじゃでですすかありえないことなんですよだからこういったこともこういったところからこの話が出たと考えられるんですね。前世の記憶を持つ子ども、えー、例えば2から3歳の時に何もわからないはずなのに、前世は音楽関係の仕事をしていた、音楽関係に関することをしていた、も考えられる。うん、で、まあ、これがまず1点。で、もう1点ですが、例えば2から3歳の子ども、でまあ、僕たちにしますけど、僕たち、例えば日本国民、日本人がですね、えー 日本に生まれました。 両親が、えー、ね日本国民、日本人、えー、であれば子供っていうのは、えー、日本日本人なわけですよ、うん。言葉は何を話すかって言ったら当然、まあ子供言葉は話せないっていうことがあるんですけど、まあ、子供だからね、2から3歳なんで言葉が話せないっていうことがあるんですが、なんとね、えー、この2から3歳の子供が外国語を話すとかね、どこで覚えたんですかって話じゃないですか。で例えばね、えー、いや、そんな片言のあの外国語だったら覚える。片言の外国語じゃないんですよ。だからこういった話が多分出てくるんですけど、 普通の流れで考えれば、ですよ、うん、例えば日本人の、えー、両親から生まれた日本人の子供2から3歳の子供がですね、えー、日本語っていう母国語を話せない、まず子供だから、にもかかわらず、それなりにもかかわらずよくわからない外国語を話す。なぜ 説明ができないこここにも非科学的な話が出てくるんですよこういった非科学的な話から出てきて前世の記憶があ子供にあるんじゃないかとなぜ前世の記憶を持つ子供がいるのかっていうのは、えー、その前世にした体験をあのー、現世に持ち越してるんじゃないかとかこれっていうのは十分に考えられる可能性ですよ可能性があると思うんですよだから、あのー、皆さんもこういった話に関心を持たれるかもしれないんですが僕はね正直わからないんですよいしいしいろなことを必死に考えても わからないですよただわかることっていうのはありましてこの世界っていうのは科学と非科学の,あの複合しているものがありますので非科学のこれ分野に入るんですね前世の記憶で、えー、最後にお伝えしますが前世の記憶があるかどうか実話かどうかっていうのはわからない僕には少なくともわからないで、えーまあ、面白いことをこれ問いかけた人がいるんですけど、うんまあ、皆さんもこれを聞いたらあ納得されるかと思う話だと思うんですが僕たちがですね生まれた時、えー、っていうのは母親から 生まれてくるわけですよ別に男の子も女の子もね母親から生まれてくるんですがその記憶っていうのが全くないですよね子供だから忘れちゃうんでしょうかんちょっとそれも考えられないですねんっていうかもっと厳密に言うとどのようにして誕生したのかどのようにして育っていったのかっていう記憶がないんですよこれっていうのも科学的に証明することが難しい内容つまり非科学なんですよこういった観点から考えるとこの世界っていうのは科学的なことあるいは非科学的なことがありましてこの前世の記憶 といいうのは非科学的な要素に分類されると思います僕にははっきりとはわからないし別に僕は見たことはないし僕はそのあるかどうかっていうのは僕にはないからわからないんですけど前世の記憶っていう非科学的なものがある可能性は十分にあるんじゃないかなとま思いましたっていうことでまあ内容的に難しいんですいませんうまくお伝えできなかったかもしれないんですが何かしらリスナー様の一つでもあのお役に立っていただけるものがあれば何よりですっていうことで今回はこちら こちらの内容についてお伝えしてみました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。失礼いたします。